初心者に優しいスラーク講座ワイヤーステップ編。見た感じ横に緊急回避するだけの地味な技ですが、プロハンにも愛されている理由は大きく2つあります。その1、無敵時間の長さ。ワイヤーステップの無敵時間はとにかく長い。普通の回避性能が4フレーム、回避性能5付きでも9フレームなのに対して、ワイヤーステップは素で14フレームあるので実質回避性能プラス10ですね。さらに回避性能5をつけると30フレームも無敵らしいです。その2、火力スキルとの相乗効果。回避時間めっちゃ長いくせにちゃんと人輪磨きも状態異常確定蓄積も馬撃も発動してくれるので、とにかくこの辺の状態異常系の高火力スラックと相性が良く、 TA 勢も御用達です。パンパン以外にも楽しみ見つけちゃったね。